フ五5 6シュトルヒは、ドイツ国防軍において、第二次世界大戦中に、あらゆる戦線で、空中偵察、弾着観測、負傷兵輸送など多様な目的に使用された、航空機である。シュトルヒとはドイツ語でコウノトリを意味する。フィーゼラー車によって製造され、戦後も1950年代まで自家用機としてドイツ、以外の国で生産された。1三十五年、 ドイツ航空省は数社に対してドイツ空軍向けの新型連絡機の入札を行った。フィーゼラーが提示した機体は短距離で着陸性能が抜きんでており、離陸には向かい風で50メートル、着陸には20メートルで十分であった。ファイ1 5 6 a の原型機は1936年の春に初飛行した。V 型8機筒で180キロワットのアルグスアズ10。 C というレシプロエンジンを装備した、この機体は馬力の割には低速な時速 175km しか出せなかった。とはいえ、この大馬力は無駄になっていたわけではなく、高いエストール性能として活かされていた。Fi156A は時速 50km という低速でも飛行が可能で、45m で離陸でき、18m で着陸することができたのである。 ドイツ空軍から16機の契約を得ると、直ちに生産開始を命じられ、最初の FI-156A は1937年、中頃に運用が開始された。FI-156 の高いエストール製の源は、主翼の高揚力性にあった。主翼前縁には、全幅にわたって固定スラットが取り付けられており、公園のンジ式エリロンとフラップはいずれもスロッテッドであった。 主翼は胴体に沿うように折りたたむことができ、トレーラーに積んだり、自動車でゆっくりと牽引することすら可能だった。降着装置の長い足はオイルとスプリングのショックアブソーバーを内蔵しており、着陸時には46センチメートルほど縮む。この気候のおかげで、ほとんどあらゆる場所へ降りることが可能となった。飛行中、2本の足は下方へ垂れ下がっており、このため非常に 長い足と大きな翼を持った鳥のように見えた。このことからシュトルヒというニックネームが付けられた。初期の機体は、非武装だったが、C-2 以降は、風防後端に MG-15 機関銃を一丁装備し、後方の敵機に対する防御火器として機能した。ファイ1 5 6 a の性能に満足したドイツ空軍だったが、次にフィーゼラーはファイ1 5 6バイトを提案した。 このシリーズは全円スラットを収納できるようにするとともに多くの空気力学的な回収によって抵抗を減らし時速 208km まで速度を増加させたものだった。しかし空軍はこの程度の些細な違いを重要視しなかったためフィーゼラーは主要生産型となる C シリーズへと重点を移した。f イ1 5 6 c は基本的には A シリーズに柔軟性を持たせたものである。試作型の C-0 を経て、C-1、C-2 シリーズは1939年に運用が開始された。1941年からは C-3 シリーズに切り替わる。1937年から1945年にかけて合計約2900機の φ 1 5 6が生産されたが、その大半は、 C シリーズだった。1943年にフィーゼラーの主要工場が BF-109 の生産に移行したため、FI-156 の製造はチェコスロバキアのムラス工場にシフトした。1942年4月からは占領したフランスのモラーネ・ソルニエ工場でも多くの機体が作られた。この2つの工場は特定の民間市場向けに戦後も生産を続けた。 これらフランス製の機体の一部はアルジェリア戦争をはじめ第一次インドシナ戦争やベトナム戦争でも使用された。高いエストール製を持つ FI-156 は第二次世界大戦の前戦線,線で用いられ小柄な機体ながら要人の救助や移動にも用いられた。ムッソリーニ確保のためにグランサスソン町に着陸した f 1 5 6 1 9 4 3年9月12日。 ファイ156は、グランサッソに遊兵されていたベニート・ムッソリーニを、ドイツ軍支配地域に送り届けるために用いられた。バルター・ゲール・ラッフ派が操縦するファイ156は、狭いグランサッソの山頂に30メートル程度で着陸し、コマンド部隊指揮官のオットースコルツェニート・ムッソリーニを、乗せた上で、重量オーバーであったにもかかわらず75メートル、足らずで離陸し、ムッソリーニを、 ドイツ軍の支配する安全地帯まで運んだ。詳細は、グラムサッソ襲撃を参照また、1945年4月23日に、ローベルト・フォン・グライムとハンナ・ライチュが、ソ連軍方位下のベルリンに飛んだ際に用いたのもファイ156である。4月26日に、ベルリンに到着したファイ156は、激しい対空砲火で損傷し、グライムも足を撃たれ、操縦不能になる中、 ライチュが操縦して、相当地下近くのティーアガルテンに設けられた、緊急滑走路に到着することに成功した。ドイツの対戦国となったソビエト連邦でも、アントノフ設計局で、オ岡 -38 アイストと呼ばれる FI-156 の派生型が量産された。オ岡 -38 は1940年に初、飛行し、 戦後に、アンマイナスニコルトに代替されるまで、軍用、民間容器として幅広く使用された。なお、アーイストとはロシア語で、コウノトリのことである。1941年5月には1機のファイ 156C が日本に研究目的で輸出されており、日本陸軍による審査が行われ、三式式連絡機の開発につながった。 フィスラー156ストロック C-0 小数のみ、生産された。C-1 連絡用。3座席。C-2 観測用。2座席。後部に自衛用の MG15 機関銃を装備。C-3 連絡、観測いずれの用途にも使える。ユニバーサルコックピットを装備。C-5、C-3 の胴体下部にカメラ、または、 燃料タンク用のハードポイントを備える。T-34 でジェンド・オブ・ウォー2020年2月現在、完全版が拡大公開中。映画中版、逃走した主人公らを探す敵ライバルが登場。エストール性能を活かし道路に短距離着陸する場面もある。戦場ロマンシリーズシリーズの一編、ラプンツェルの神話にて登場。 山頂の要塞に囚われた少女を救出するために、主人公が手榴弾で要塞に火災を起こし、火災による上昇気流を利用して、ファイ1 5 6を空中停止させる。RUSE ドイツの偵察機として登場。ありがとうございます。